模様替えが終わりました。今ですねこんな感じになりました。ここに物がいっぱいあったわけなんですけども、それを全部こっちの壁一面に寄せてみました。はい、6畳一間っていう狭いスペースではあるんですけども、まあ、物は少ない方なので、まあ、こうやって身軽にババッと模様替えできるかなって感じです。まあ、すっきりしましたので仕事に戻ります。とりあえず一段落ですね。まあ、でもやっぱこう模様替えをした後にやると気分転換できていいですね。そうなんですけど、結局このパソコンのこのモニターでやっちゃってたんですよ。で、よし、このモニター全然使ってないです最近クラムシェルモードとか言ってやってたんですけど、パソコンとこのモニターの接続するのがちょっと手間があるんですよね。例えばなんですけど、今こうやって HDMI ケーブルをつなぎましたと。で、電源をつけますと。よいしょ。はい。で、電源をつけました。で、つくかって言われると、つかないんです。ここにシグナルが検出されませんっていうふうに表示されてしまいます。パソコンを一旦開くんです。一旦開いてこっちがなんか読み込みを始めると、もうこうやって開くっていう、だいたい3秒5秒ぐらいタイムラグがありますね、うん、でこれを畳んでこうやって持ってきて、であとはワイヤレスキーボードとかマウスを出して開始するっていう感じですね。これを開けた状態でこれをつないで、でなんか10秒ぐらい待ってピンってついてみたいな、なんかいろいろこう煩わしいんですよね。さっと開いてそのまま作業に移れるこのノートパソコンで、最近また作業をすることが増えてしまいました。というかもう 95% ぐらいそうなってました。でまあ仕事にフォーカスしたい僕としては、このモニターが目の前にあるとこれどうしよっかなこれ使わないんだけどなみたいな、やっぱ無意識レベルであったとしても徐々に徐々にこう意識が持ってかれてるんですよね。そうで、やっぱ 100% 仕事に集中できないので、うん、もうこれは手放したいと思います。ヤフオクに出品をしました。すぐに手離れできるわけではないんですけど、まあ、僕より大切に使ってくれる人に届くといいなって感じです。まあでもこんな感じで模様替えもできましたし、モヤモヤしていたモニターの件もすっきりしましたので、まあ、せっかくならこの部屋のなんか全体的にこう見渡して、なんか不要なものがないかなっていうのを点検していきたいと思います。まず一つですね、もう見えてるんですけど、これですね。これは去年の秋か冬に買ったヒートテックです。ユニクロで買ったヒートテックです。でもどうですこの感じ、伸び伸び育ってくれたらって感じがしますよね。あれ今ちょっとうまいこと言いました、これ2000円ぐらいで買ったと思うんですけど、100日以上は絶対着てますね。これはもう自信はあります。なのでもうこの洋服から悲鳴が聞こえてくるんですよ。なのでこれはもう本当にボロボロにしたので、お役目ごめんという感じで、もう気持ちよく手放したいと思います。はい、これで OK です。で、あと気になるところは、ここです。このレンズです。このレンズも、まあ、正直全然使ってないので、これも手放します。あとはこのレンズですね。マップカメラのポイントで買ったやつなんですけど、これも結局すごく写りはいいんですけど、用途がちょっと限られちゃってるというか、28ミリっていう画角が僕にはちょっと合わなかったので、これもちょっと手放します。これで OK ですかね。あ、これちなみに商売道具です。はい、今部屋は OK なので、じゃあ次はこっちの方に行ってみましょう。バッチ。なるほどですね。そうだ、これだ。iPhone 7の元箱ですね。これもなんかずっとあるんですけど、まあ、iPhone 7はもう売ることはないと思いますし、壊れるまで使う予定なので、これも処分します。あとはこれですね。はい、これアップルのワイヤレスキーボードですね。このクラムシェルモードをするときにこのワイヤレスのマウスとキーボードを持ってたんですけど、これも処分します。OK です。で、あとはこれですね。よいしょ。
これは1年前にもらったものなんですけども、1年間ずっとタンスの中にしまっていて1回も使わなかったやつなんです。これが目に入ってくるたびに、あれこれどうしようかな、使わなきゃなとか、あせっかくあるなら使わなきゃなっていう、なんかそういう意識とか、そのなんとか使う機会がないかなっていうふうにちょっと模索してみたりもしたんですけども、結局1回も使うことなく1年間経ってしまいました。なのでこれはまあくれた人には本当に申し訳ないんですけども、これは手放します。で、あとこれですね。これはですね、このコーヒーエネマのバッグですね。コーヒーエネマバッグでございます。で、これ健康ルーティーンでかなりおすすめされて、僕も購入してみたんですけども、これ、あれも、これもですね、結局一回も使ってないんです。やんなきゃやんなきゃって思ってたんですけど、でもなんかやりたくないなっていうのと、別に毎日改便だからいいかなみたいな思ってたりしたんで、まあ、手放します。で、あとは、ないですね。ないですね。はい、OK です。で、早速メルカリに出品をしてみました。あ、なんかもう売れてますね、レンズが。あ、早いです。よし、ただいま。いやー、この調子でどんどん売れてくれればいいですね。基本的にこの部屋にあるアイテムたちっていうのは模様がないんです。基本的に模様がないやつです。でも唯一この既得っぽい模様の毛布だけは、まあ、これはあるんですね。で、まあ、こうやっちゃえば、まあ、隠せるっちゃ隠せるんでいいんですけども、これからどん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 暖かくなってきて、この布団1枚で十分寝られるなっていう感じになってきました。となった時にこれじゃあどこかしまうかってなった時に、別になんかしまうとこもないしっていう感じなんですよね。そうなので、これは実家に送り返すか、まあ、手放すかっていうことをしたいと思います。よし、まあ、今回これでそのずっと気になっていたモニターだったり布団だったりいろんな小物だったりっていうのを、まあ、手放すことができましたんで良かったと思います。で、お金に換えて僕は何をしたいのかっていうと、まあ、欲しいレンズがあるんですよ。これ1635の F4 か F2.8 で迷っていて、 2.8 を買おうと思ったんですけど、ただめちゃくちゃ重くて機動力が悪くなるのはもう目に見えているので、ちょっと今どうしようかなってすごく迷ってる状況です。まあ、なので、まあ、それにもお金を使っていきたいですし、もっと視聴者の人たちと会ったりとか、コンサル生産だったりとか、人だったり体験だったりにどんどんこれからお金を使っていきたいなっていうふうに思いますので、部屋は別にもう本当に仕事するか食べるか寝るかお風呂入るかぐらい、この4つですね。もうそれだけできればいいって感じですね。ということで今回まとめると、まあ、フォーカスのために無駄を省いていくっていうのもありますし、その無駄を省いて余ったスペースだったり余ってきたお金で本当にやりたいことだったり、そのやりたいことをブラッシュアップしていくっていう、まあ、そっちに使っていくっていうことを今回動画で伝えられたらよかったと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。このパキラがですね、ちょっと葉の先っちょが傷んできちゃったんです。多分あったかい時もあれば寒い時もあるっていう寒暖差にやられちゃったんでしょうか。でもちゃんとよく見ると新しい芽も生えてるんです。なのでこれが元気に育ってくれるといいですね。